ストレンジャーコールは2006年制作のアメリカ合衆国のサスペンスホラー映画。1979年制作の映画、夕暮れにベルが鳴るのをリメイク。アメリカでは非常に有名な都市伝説、ベビーシッターと2階の男がモチーフとなっている。映画グラスハウスが公開され、豪邸を舞台にしたサスペンス映画が注目を浴びる。ジル役は、 当初エヴァンレー・チェルウッドが指名されたが、本人が断り次にグラスハウスで主演を務めた、リーリー・ソビエスキーの友人でもあるカミー・ラベルに、白羽の矢が立つ。ベルも当初は、ホラー映画ということもあり断ったが、ウェストの熱心な説得で出演を了承した。ベルは、ウェイトトレーニングなどの訓練を行いアクションのための、訓練を積んだが橋で手を切り、 ガラス扉に額をぶつけて切るなど二度も怪我をした。ジルが通う高校など主要撮影はカナダで行われた。女子高生のジルは、ロサンゼルス近郊の丘の上に立つ医師の邸宅で、ベビーシッターのアルバイトに着く。医師夫婦の外出後、ジルはすでに寝ている二人の子供のお守りをして、くつろいでいると、一本の電話がかかってきた。子供たちの様子を見てみろという内容のものだった。 はじめは、友人のいたずらと思い、取り合わなかった、ジルであったが、電話は、定期的に何度も繰り返してかかってくるようになり、恐怖心を覚えたジルは逆探知をしてもらったところ、その電話は、なんとジルと子供たちがいる邸宅の中からかかって、きていた。この邸宅の中に何者かが潜んでいるのだ。その他、聖和祐子、森夏姫、白石光、高宮武雄、 ニッタ・マキコ、カツタ・アキコ本作は全米ナンバーワンヒットと高い、興行収入に批評家からの一定の評価と、好成績を上げたため続編も企画された。タイトルは、ストレンジャー・リターンズ。内容は、オリジナルの後半のリメイクで前作から数年後、結婚し小持ちとなったジルが脱走したストレンジャーに、再び襲われ母親として、子供を守るべく立ち向かうという内容だったが、 数年後という設定のために演じたべるがある。程度年齢を重ねるまで待つ必要があったため企画は、とんざした。ありがとうございます。